これより攻守陣地を入れ替えまして、試合は第4クォーターに入ります。第4クォーターは第3クォーターのプレーの続きで行われます。時間を使ってきております。さあ最後の第4クォーター攻撃権はそのまま関西学院高等部です。健康頭部敵陣35ヤードからサードダウンの攻撃で試合再開です。ファーストダウン獲得までは残り2ヤード。関西学院高等部サードダウン、反則の発生です。ホールスタート、オフェンス5ヤードを待ったりです。攻撃側関西学院高等部にホールスタートの反則、プレー開始のボールがスナップされる前に攻撃側の選手は全員1秒以上の静止をしないといけませんが、その静止がなかったという反則です。動いたという反則。関西学院高等部5ヤードを抜退し、サードダウンをやり直します。ファーストダウン獲得までは残り7ヤード。反則の発生です。再び関西学院の反則か。ホールスタート、オフェンス5ヤードの抜退です。関西学院高等部再びホルススタートの反則、プレー開始のボールがスナップされる前に攻撃開始と紛らわしいような動きがあったという反則です。関西学院高等部5ヤードを抜退し、サードダウンの攻撃をやり直します。ファーストダウン獲得までは12ヤード。ホールスタート、オフェンス5ヤードの抜退です。関西学院高等部ホールススタートの反則、5ヤード抜退、サードダウンのやり直し。ファーストダウン獲得まで17ヤードになっています。あ、なるほど。まあ、2年生で西田選手、多分ここまで、そこまで試合出場なかった中で、さあ、高橋選手、パス、アルティータ、キャッチしている、大成功で、パスを取った、パスキャッチしました、大成功で、パスキャッチしました、大成功で、レフリータイムアウト、勝者のためにタイムアウト取ります。そして高槻コントラック30番が負傷してもらいます、松川選手。いやー、これせっかくね、相手の反則してるんですけど、ただいまフィールド上は負傷した選手を保護するためレフリーによりますタイムアウトが取られています。通されると痛いですね。戸川選手がベンチに戻るまで試合を中断します。先ほどのプレー、関西学院高等部パスをキャッチしましたのはワイドレシーバー18番福田玄能でした。関西学院高等部敵陣26ヤードから4回の攻撃開始、ファーストダウン点。6ヤードよりファーストダウン点の攻撃。さあ、ここはボール持たせて、ボールキャリーしました。関西学院高等部、ランニングバック32番、前両和のランプレー。4ヤードのゲイン。
関西学院高等部2回目の攻撃、セカンドダウンシックス。そうですね、高月さんはハード大会でほとんどの、ね、高校3年生が引退となりますが、セカンドダウンの攻撃、クォーターバック9番長澤貴雄がボールをキープ、そのままエンドゾーンまで22ヤードを走り切りタッチダウンです。関西学院高等部第4クォーター6点追加。これよりタッチダウンの後のボーナス点に挑戦します。トライフォーポイント、キックが決まれば1点、プレーが決まれば2点の追加点です。関西学院高等部トライフォーポイント、キックを蹴りましたが、このキックはゴールポストを通過しませんでした。キックは不成功です。しかし先ほどのタッチダウンで関西学院高等部6点を追加。ここまでの得点30点です。がリターナーは変わらず17番19番ですね、藤田選手、そして大井翼選手、そして関西学院高等部は関西学院高等部、まずは1本返したい関西高等学校。ディープキック、滞空時間10分、選手リターンしていく、ここをうまく使ってリターンする、先ほど得点しました関西学院高等部、キッカー98番祈り優吾のキックオフで試合再開。これを高槻高校リターナー17番藤田光成が約28ヤードリターン。サポロン自身の38ヤードより高槻高等部、ボールをリターンした地点自身38ヤードから高槻高校4回の攻撃開始です。ファーストダウン10、まず1本返したい、2バイ2スリープレー、10番藤田選手、しかしここは関西学院、これ読んでいたか、集まりが非常に早い、高槻高校クォーターバック4番安藤健太からワイドレシーバー17番藤田光成のパスが成功、ゲインは2ヤード。タックルしたのは関西学院高等部ディフェンスライン5番石井すぐれでした。強いですね。高槻高校セカンドダウン8。さあセカンドダウン8、高槻高校高校バック4番安藤健太のランプレー、6ヤードのゲイン、高槻高校サードダウン、ファーストダウン獲得までは残り2ヤード。反則発生のフラッグが出ています。ホールディングオフェンス17だったです。攻撃側高槻高校、ただいまのプレー中にホールディングの反則、相手の選手をブロックする際に掴んだホールドしたという反則です。この反則の罰体は10ヤード。
先ほどのプレーは、ただいまのプレーは無効となり、サードダウンの攻撃をやり直します。もう一回ファースダウン取りに行きたい。まず1本返しましょう。高槻高校自陣36ヤード付近からサードダウンの攻撃をやり直します。ファースダウン獲得まで12ヤードやめません。どうかフィールドの選手に届いてほしい。関西学院が完璧するか。再び同じパターンでの超ピッチ踏めていこう。今日に出た33番北野大河選手は分かってください。勝った高槻高校ランニングバック33番北村大河のランプレー。13ヤード現地ファーストダウン獲得です。高槻高校自陣49ヤードから新たに4回の攻撃開始です。高槻高校ファーストダウン10。ここはマスター。高槻高校ファーストダウン。高槻高校高校バッティングは安藤健太からダートエンド30番松川大志へのパスが成功。33ヤードを原始ファーストダウン獲得です。手前側12番打ちました。13ヤードを原始ファーストダウン獲得です。高槻高校敵陣33ヤードからファーストダウン10。さあファーストダウン10敵陣32ヤード3バイ1の体勢。さあクォーターバックがフィニッシュ。高槻高校高校バック4番安藤健太が自らボールを持ち10ヤードを原始ファーストダウン獲得です。高槻高校敵陣22ヤードから新たに4回の攻撃開始です。ファーストダウン10。今林光太郎選手を投入しましたね。林選手乱面なのでちょっと休憩させたいというところなんでしょうか。ダブルチームで対抗せない。30番松川選手持つ。高校クォーターバック4番安藤健太からはタイトエンド30番松川大志へのパスが成功。8ヤードのゲイン。8ヤード練習しましてセカンドランツレフリータイムアウト。水分補給のためにタイムアウトを取ります。さあここで給水のためのレフリータイムアウトが取られております。さあ1本返せるか。そこでフィールド上は選手の健康管理のためのタイムアウトが取られます。高槻高校敵陣11
ヤードから4回の攻撃を新たに開始します。ファーストダウン10。高槻高校クォーターバックがボールをキープしましたが、関西学院高等部ラインバッター31番長井修がタックル、1ヤードのロスを奪っています。高槻高校セカンドダウン11、セカンドダウン11、ロスタックル受けてしまいました。高槻高校ランプレーを展開しようとしましたが、関西学院高校部ラインバッカー29番竹本翔太がロスタックル、5ヤードのロスを奪っています。ここで高槻高等学校がチームタイムアウト、チームタイムアウト。あ、これ高槻高校後半1回目、ここで高槻高校後半1回目のタイムアウトの要求です。後半も各チーム3回ずつタイムアウトを要求することができます。高槻高校1回目のタイムアウト、タイムアウト終了、試合再開です。高槻高校サードダウン、タイトな3バイワン、これは奥のどうだ、ラウンでいくか、10番高橋選手、このサーブはロングシチュエーションでランでいきますか。高槻高校ランニングバック10番高橋渡る中央へのランプレー。しかし関西学院高等部ディフェンスが詰まりが早く、ノーゲイン、ゲインはありませんでした。高槻高校の攻撃は4回目ラストダウンです。高槻高校何が何でも1本欲しい。ハサミと探す4番、しかしそれが取られたのは関西学院高等部キャプテン31番長井修選手。高槻高校フォースタンでプレーを選択、パスを投げようとしましたが、関西学院高等部ディフェンスバック24番増田祐介がクォーターバックサック、4回の攻撃でファーストダウン獲得することができませんでしたので、攻守交代となります。攻撃権は関西学院高等部、ファーストダウン権。高校ライターサーブ番津田翔太郎がタックル、3ヤードのロスタックル、4ヤードのロスを奪っています。高槻高、失礼しました、関西学院高等部セカンドダウン、関西学院高等部セカンドダウン、ロングシチュエーション、中央のランテン、ストップということになります。
天候調部ランニングマット22番下回場外のワンプレー、原因は2ヤード。タックルしたのは高槻高校ディフェンスライン74番波止場俊介でした。関西学院高等部サードダウン。からボールを持ち28ヤードのゲイン。大成学園高等部自陣48ヤードから新たにファーストダウン点の攻撃。試合終了まで残り45秒を切っています。関西学院はプレーを選択してくれ。さあボールキャリーする22番まずはファーストダウン更新する。関西学院高等部ファーストダウン。22番酒井城大選手のランプレーでした。ランニングバック22番酒井城大のランプレーでした。ボールを上がって238ヤード、時間は流れる。関西学院高等部新たにファーストダウン点、試合終了まで残り20秒を切っています。プレーしませんか。流します。ここで試合終了です。ここで試合終了です。第52回関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会準決勝、高槻高校対関西学院高等部の試合は、高槻高校0点、関西学院高等部30点で、関西学院高等部が決勝進出を決めました。立命館宇治高等学校、高校も関立戦が決勝となるのか。最後までよく頑張りました高槻高等学校。あと一歩、最後の最後まで一撃狙っていきましたが、それを圧倒した関西学院高等。さあまずは関西学院高等部がこちらに行きます。お声聞いてみましょう。しまいました。素晴らしい準決勝、少なくとも関西のベスト4に勝ち上がってまいりました。さあ彼らの引退する選手もいらっしゃいます。彼らの声を聞きましょう。
ナイスゲームでした。さあ決勝戦はですね、6月18日11時そして来週はですね中学の決勝戦も配信予定になっております。月曜からアメフトでも配信予定です。そしてですね、来週決勝戦はですねちょっと配信方式が少し、従来と異なる可能性が出てまいりましたので、また詳細確定次第 Twitter の方でご報告させていただきます。まあ、普段からですね月曜からアメフト、ご視聴いただいている方はイメージしやすいと思うんですけども、昨年のねクリスマスボールズみたいなイメージで、配信されます。ベースは RTV さんの、映像を我々のチャンネルで流す。でアーカイブは RTV さんの方に残るというような形になりますので、映像と音声そのものは変わりませんので、ぜひね皆さんそちら、月アメで見るのか、月アメの方でね、一緒にチャットで楽しんでいただくもよし、で可能であれば僕の方ではスペースとかもね、ツイッターのスペースとかも使って、処理しました。関西学院高等部は決勝進出が決まりました。決勝戦は来週6月18日午前11時から場所は王子スタジアムで行われます。決勝戦のカードは立命館宇治高校対関西学院高等部となります。決勝戦もぜひ会場に足をお運びいただき、温かい声援をお願いいたします。本日はご来場誠にありがとうございました。お帰りの際はお忘れ物がないよう今一度お席周りをご確認の上お気をつけてお帰りください。また本日出ましたゴミは各自宅チーム責任を持って処分してくださいますようお願い申し上げます。本日のご来場誠にありがとうございました。ございました。しかしながらいいゲームとなりました。パスでは75ヤードが高津高等学校、109ヤードが関西学院高等部となっています。さあ皆さん長時間に、当たり最後までご視聴いただきありがとうございます。あ、来週中学も中学の感覚で通じてですか。ありがとうございます。ちょっとねまだ実は情報私の方に入ってきたくて、そろそろサムネ作らないとなと思いながら、いただいてなかったんでね、聞けばもちろんいただけるんですけど、あ、そうですか、じゃあ、中学の方もね、サムネも作らないといけないですね。あとは、リャメマチさん、ありがとうございます、月曜日からいいなというので、ね、ありがとうございます、ありがたいと思います。まあ、でも、アルティビーさんね、非常に映像クオリティ、それこそ、我々みたいに、ワイドだけじゃなくて、バッチと呼ばれるね、バッチね、バッチと呼ばれる、ラインサイドから見える、もう正面からラインが見える、パターンの映像も撮れますので、映像の見やすさという観点でもいいよね、こっちの方が。ぜひ皆さんも来週もしよければ月アメの、ね、チャンネルでも配信してます。映像自体は変わりませんのでぜひこちらもご覧いただければと思います。はい、熱中佐々木さんありがとうございました。大選手ありがとうございました。ということでまた、次回のライブ配信でお会いいたしましょう。実況解説は私、ごめんなさい、カメラはご覧いただきました。